名古屋駅から新幹線に乗ります。のぞみが来ました。新幹線に乗るのはいつもワクワクします。さあ出発です。名古屋から京都はノンストップで行けるので便利です。さすが早いですね。名古屋から京都は車で2時間かかりますが、新幹線なら35分くらいで着いてしまいます。さすがのぞみさんですね。車内も快適です。あっという間に京都駅に到着です。今日泊まるホテルリングス京都はどんなホテルか楽しみですね。京都に降り立ちました。結構降りる人がいて観光客が多そうです。ホテルリングス京都の最寄り駅は烏丸御池駅なので、地下鉄烏丸線で移動します。烏丸御池駅からホテルに向かいます。ホテルリングス京都は2021年9月開業の新しいホテルです。どんなホテルか楽しみです。ホテルが見えてきましたよ。外観はおしゃれな感じですね。着きました。左がホテルの入り口、右が併設のカフェの入り口です。ホテルの入り口はこちら。ロビーはコンパクトで雰囲気もいい感じ。外から光が入ってくるので明るいですね。カップやパジャマなどホテルの備品は販売もしています。もちろん歯ブラシとか必要なアメニティは部屋にありますので、ご心配なく。エレベーターで上の階に移動します。1階にフロントやラウンジがあり、2階から5階までが客室です。今回の客室はなんと最上階のエグゼクティブルームです。ビッグ待遇だぜ。廊下は落ち着いた雰囲気です。鍵はカードタイプです。お部屋に入りました。広いソファースペース。ベッドはこちらです。
これは Bluetooth スピーカーです。下は金庫が置いてありました。テレビはここです。このクローゼットは、飲み物が入っていました。電気ポットもおしゃれですね。お茶。コーヒーは1階のカフェのオリジナルですね。水も無料で2本あり、嬉しいです。カップはホテルのオリジナル。冷蔵庫も完備。こっちのスペースは、クローゼットになってました。荷物置きに、スリッパもちゃんとありましたよ。次はトイレです。お風呂と分かれているのが嬉しいです。新しいホテルなのでとっても綺麗です。手洗い場もあります。続いて洗面所とお風呂。歯ブラシやカミソリなどのアメニティ。タオルに。こっちはパジャマです。上下セパレートで着心地が良かったです。こちらはバスルーム。バスタブ付きでゆっくりと入ることができました。ドライヤーも新しくて良かったです。コットン 100% のふんわりダブルガーゼ生地のパジャマだそうです。シャワーの水圧も完璧です。さらにモードも3種類から選択できます。頭上にはレインシャワーもあります。この部屋には湯船もありましたが、シャワーだけでも温まれますね。このライトは木でできていました。スイッチを入れると模様が出て綺麗です。枕元にはコンセントと USB ポートがあり、充電もバッチリ。やった！両側にあるので喧嘩にもなりません。やったね！ラウンジでウェルカムドリンクの抹茶がいただけます。京都銘菓のあじゃり餅も
一緒にいただけるのも嬉しい。ラウンジも落ち着いた雰囲気で疲れを癒せます。持ち込みもいいみたいなので、近くの錦市場で買った食べ物をいただくのもいいですね。ウェルカムドリンク以外にもティーバッグのお茶やお菓子も置いてあって、自由にいただくことができます。この心遣いが嬉しいですね。朝7時から夜10時までならいつでも利用できるようです。ごちそうさまでした。おはようございます。朝食は併設カフェのコモンウェルで。カフェも新しく綺麗でおしゃれです。カフェの聖地といわれるメルボルンスタイルとのこと。コーヒーなどの飲み物の種類が豊富で、朝から好きな味を楽しめます。メルボルンスタイルだけあって、オーストラリアの仲間たちがいますね。ドリンクメニューです。季節メニューの桜ラテ。朝食の飲み物の選択肢はたくさん。朝食セットです。いろいろな種類があって楽しいです。焼きたての日替わりパンに、京風ミネストローネ。プレートはグリル野菜とサラダ、ベーコン、ソーセージ。卵はトロトロでした。デザートはフルーツヨーグルト。ドリンクはホットチョコレートを選択。こっちはチャイ。ごちそうさまでした。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。